いやもう本当にカメラ持つってことはある意味我々自然と真剣勝負してるんで。完璧に自然の場合は記録しようと。まずかしたら追記行ったらもうないとか、もう見れないとか。潰されてたりとかそういったことも今まで普通にあったんで、せっかく写真っていうもう一目瞭然でこう分かるものがあるわけだから、その記録を取りたいですね。多少不便でも、多少こう汚れてももう本物を見て描いていただいて、でまた奄美に行きたいねっていうふうになっていただけたら我々は非常にありがたいし、で我々はある意味メッセンジャーでもあるんで、で表現者でもあるんで、やっぱりガイドっていう人を通して奄美大島を表現してほしいですよね。やっぱり自然というのは残してこそ、受け継いでこそ初めて意味があるんで、で昔は良かったねってことを言いたくないの。今いいでしょうの延長なんだけど。